月見えの旅物語。長野県東御市ライブ編、梅の記念絵画館編。歌うたい福原君江です。東御市文化会館でのライブも無事に終えて、お次は梅の記念絵画館でのライブになります。お次のライブ会場はどんなところかしら。ワクワクした気持ちで目を覚ましました。朝起きると、わーい、本日は快晴でございます。今日は梅の記念絵画館でのライブということで、日向さんに迎えに来ていただき、いざ出発。千曲川沿いを走っております。心地よい。千曲ビューラインの絶景スポットも堪能いたしました。いい景色。さて、いよいよ梅の記念絵画館に着きます。途中、大きな岩で子供たちが遊んでいました。到着。素敵な石造りの建物です。入り口はこんな感じ。腹ペコメガネ店の垂れ幕が。私のライブのチラシ看板もありがとうございます。周りの雰囲気はこんな感じ。近くに湖があるのどかな場所。綺麗な青いお花を発見。ムスカリって言うんですって。花言葉は明るい未来、寛大な愛。ライブ会場はこんな感じ。普段はカフェスペースになっているようです。ステージはこんな感じ。 PA 担当の小松さんが入念にマイクチェックをしてくださいました。ステージのバックはこんな素敵な景色が広がっておりました。さあ、リハ開始です。リュートでも弾き語りしております。よく歌った。これで準備万端です。リハの後はなんとテレ東の開運なんでも鑑定団にも出品されたオーケストリンというオルゴール楽器の演奏を聞きました。それではどうぞご覧くださいませ。
素晴らしい演奏でしたね。途中から子どもたちも集まってきて、なんとも可愛らしかったです。お次はこちら、腹ペコメガネ店を覗いちゃいます。わあ、美味しそうな作品が盛りだくさん。あれ、これは例の有名なシウマイ弁当？こちらの作家さんはあらゆる絵本の装丁を手掛けているご夫婦で、主に食べ物にまつわる作品が多いそうです。作品一つ一つに夢がありますね。なんとも可愛らしい。東御市ではお米の栽培も盛んだそうですよ。食べてみたい。そういうこともあり、東御市の特産物をテーマに作品を描いていただいたそうですよ。お次は東御市のぶどうについて。まるっとしております。おいしそうですね。実が飛び散っております。こんなカラフルな作品も宝石のよう。ぶどうといえばワインの原材料でもありますね。ということで、こんなドリーミーなワインの作品も。乾杯。他にもクラフトビールや美巻豆腐というお豆腐も。有名なんだって。私の歌にもある唐揚げも発見。おでん、すき焼きも。お腹すいた。そしてこちらは公開制作作品。作家さんご夫婦と日向さんがその日に食べたお昼ご飯だそうです。あー、楽しかった。腹ペコメガネ展は6月5日まで開催されているそうですよ。ぜひ見に行ってみてくださいね。さて、展示も堪能いたしましたし、お次はいよいよライブ本番です。この日はお子さんがたくさんいたので、アニメの歌も歌いました。これは豚トマトの時、みんな可愛く踊ってくださいました。皆さんありがとうございました。昨日の文化会館でのライブ写真もちらり。こんな感じで映像も入れていただけました。
陶酔しております。ああ楽しかった。ぜひ文化会館梅の記念絵画館のライブ映像もご覧くださいね。準備ができましたら概要欄にリンクを貼っておきます。さて絵画館のライブを終えて上田駅へ向かっております。帰りは佐藤さんと文化会館の山浦さんに送っていただきました。大変お世話になりました。そして上田名物の追いだれ唐揚げを手土産にいただきました。佐藤さんありがとうございました。早速新幹線でパクつきましたとさ。実に良い旅でございました。長野県東御市ライブ編梅の記念絵画館編はここまで。長野県東御市の皆様ありがとうございました。動画をご覧の皆様ぜひ東御市の腹ペコメガネ店に行ってみてくださいね。可愛らしい食べ物の作品たちが奏でる美味しいハーモニーを体感できますよ。そしてお腹が空くこと間違いなし。次回もぜひご覧くださいませ。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。